ビリービリーは、中華人民共和国の動画共有サイト及びビデオ、生放送、ゲーム、写真、ブログ、漫画などのエンターテイメントコンテンツ企業である。ビータンや、下記の特徴から、ビリビリ動画と呼ばれる。ニコニコ動画が開発した弾幕と呼ばれる、画面上にコメントを表示する機能を持つことが、特徴であり、ビリービリー段膜網と称される。運営法人は、 上海広志五数馬鍵有限講師と上海幻電信域鍵有限講師である。2009年6月26日にアッコハン会員。2010年1月24日に中国国内でも高い人気と知名度を誇る、とある科学の超伝磁法の主人公、三坂美琴の愛称であるビリービリーに改名。ビリービリーの看板娘はビリービリー娘姉妹である。 22娘が姉で、33娘が妹である。ビリービリーの動画にはユーザーによるオリジナル動画や二次創作ものもあれば、他の動画共有サイトでも見られる、日本のシーンやアニメあるいはニコニコ動画、YouTube や中国国内の他のサイトからの天才が少なくない。同様に、他の中国のサイトや YouTube、ニコニコ動画などと同じく、 著作権法に違反した不正なものが流通されるという問題もある。また、付随サービスとして生放送やイラスト投稿サービスも開設している。登録ユーザーでなくても視聴は可能だが、コメント投稿や動画投稿者、生配信者として活動するにはユーザー登録が必要で、登録の際には過去と呼ばれる質問制度を採用。 これらに正しく回答することで会員として登録できる。後年には携帯電話番号の登録も義務付けられている。フラッシュプレイヤーの他に2016年8月にビリービリープラットフォーム上の仮想通貨としてビーヘイシステムを採用している。コインと呼ばれるシステムを利用することで動画の宣伝やアカウント名の変更、またテストを無条件で通過できる招待コードを送ることが できる。日本の番組と提携して、正式コンテンツとして配信することがある。また、日本のアニメ系イベントに出展することもある。また、ビリービリーに連携して遊べるゲームアプリも併設されている。中国国内の大手配信サイトとして、これらや他国のサブカルに関して生放送でイベントを行うこともある。ビリービリーのビジネスユニットは、 モバイルゲーム事業と付加価値サービス、広告サービス、e コマースその他で形成されている。モバイルゲーム事業は中国国内における独占配信ゲームと非独占配信の共同運営ゲーム、自社開発ゲームの課金ゲームを展開している。付加価値サービスはビリービリーのプレミアムメンバーシッププログラム、ビリービリーのライブブロードキャスティングでの仮想アイテムを購入する。 サイなどに使用されるビリービリープラットフォーム上の仮想通貨 B からの収入、モバイルアプリマイルマイル漫画からの収入、猫耳 FM からの収入がある。ビリービリーの2019年第4四半期及び2019年度決算を発表によると2019年のビリービリーの売上高は67億7700万人民元で純損失は13億300万人民元だった。 2019年のビジネスユニット別の売上高の内訳は、モバイルゲームが35億9700万人民元で、ライブブロードキャスティングバが16億4100万人民元、広告サービスが8億1700万人民元、e コマース&、その他が7億2200万人民元だった。ビリービリーとネコミミ FM の平均有料会員数は2019年の、 第4四半期は880万人だった。ビリービリーのプレミアムメンバーは2019年12月31日の時点で760万人だった。2018年3月末のナスダック上場時の時価総額は31億3000万ドルだった。ありがとうございます。